強豪国相手に存在感を見せ、日本代表の一員に欠かせない存在になったマイクマ聖也。今回はそんなマイクマの面白いエピソード50連発を紹介していきます。イケメンとしても話題のマイクマは現在25歳。プロとしてデビューしたのは大学卒業後の22歳。たった3年で日本代表へとのし上がったシンデレラボーイ。彗星のごとく現れたマイクマを当時は知らない人の方が多かった。長崎県で生まれたマイクマは幼少期からサッカーに打ち込んでいた少年だったという。強豪校で知られる東福岡高校に入学。名門でスタメンを掴んだマイクマはインターハイと全国選手権制覇という輝かしい実績を手に入れた。今や日本を代表する選手へと成長したマイクマ。サッカーを始めたきっかけは実は両親の勧め。息子には何かスポーツをさせたいと思っていたお父さんがサッカーを始めさせたのがきっかけ。このお父さんの思いたちが日本サッカー界のレベルを上げることに。マイクマは3人兄弟として知られている。姉2人は4歳と7歳年上。幼少期はとても可愛がられたのではと話題に。現在残念ながらお姉さんたちの顔や名前は不明だが、今後ワールドカップの代表選手に選抜されれば現地に応援に来る2人が見られるかもしれない。日本の右サイドバックとして活躍するマイクマ。マイクマが在籍していた東福岡高校の OB で有名なのが、長らく日本代表を支えブラボーなどの多くの名言を残した長友佑都。同じ高校出身の2人が日本のディフェンスを支えるという運命的な関係に。将来の夢は素敵な人と結婚することと語っていたマイクマ。新垣結衣のような人がタイプだと語り、結婚欲もあるようだが、現在はまだ運命の人に出会えていないという。イケメン選手の奥さんに立候補したい人には朗報だ。マイクマのインスタグラムにはサッカーの投稿ばかりが目立つ。投稿の様子から今のところ彼女もいない様子。今は恋愛よりもサッカーに全力で勤しんでいるという証拠なのかもしれない。ストレス大阪の公式 YouTube チャンネルで恋人にするならどの選手がいいかという質問にチームの先輩である原川を選んだ。理由は男まで優しいからと言い、意外と男らしい人がタイプのようだ。日本の右サイドを任されているディフェンダーのマイクマだが、プロ入り前まではフォワードとして活躍していた。フォワードとして得点を量産し名を馳せていたマイクマにプロ契約のオファーをしたのが地元長崎のクラブであるビファーレン長崎だった。大学在学中のマイクマに声をかけたクラブは2チーム。プロデビューを果たすこととなったビファーレン長崎と現在所属のセレッソ大阪だった。セレッソには練習参加をするなどかなり注目されていたが、プロ系は至らなかった。当時 J1 のセレッソ大阪からのオファーはもらえなかったものの、地元クラブである J2 のビファーレン長崎に所属することになったマイクマ。両親は大喜びしていたようで、所属の2年間で多くの観戦に来てくれたという。両親の応援が大きな支えとなった。そんなマイクマは当時の監督だったテグラモリに右サイドバックにコンバートされることに。初めてのポジションに戸惑いながらも、なんとプロ1年目から36試合に出場。早速欠かせない存在になったマイクマの活躍もあり、チームは3位の大躍進。マイクマのサイドバック転向を提案したテグラモリ監督。この提案に賛同したのはコーチの吉田貴之。吉田コーチはマイクマに対し、代表までいけるぞと後押ししていたという。数々の選手を育成した首脳陣の言う通りの道筋を歩んでいる。自分では全く手応えがなかったという右サイドバックへの挑戦。しかし周囲からの評価は高かったという。チームのベテラン選手を中心に所属した2年間でたくさんのアドバイスをもらい成長していったという。現在同じセレッソに所属し、あのビッグクラブで活躍してきた香川真司。日本の10番を背負った香川もマイクマの才能を絶賛。自分の経験上、あそこまでレベル高いやつは探してもそういないし、講師において個人的にはすごい大きな信頼を寄せていると高評価。そんな香川はマイクマは将来的に海外クラブに行けると断言。どこまで羽ばたくかは彼次第とした上で、世界で十分やれる能力を持った選手と高評価。世界を見てきた香川にここまで言わせるのはマイクマのポテンシャルが凄まじいことを示している。2年目には10アシストの好成績を残したマイクマ。2年間の長崎生活を終えたマイクマの元に舞い込んだのが J1 であるセレッソ大阪からのオファー。大学時代に声がかかったクラブということもあり、マイクマはセレッソへの加入を決断する。そんなマイクマのセレッソ移籍を後押ししたのが長崎時代のチームメイトである元日本代表の玉田圭司と徳良健。この2人は過去にセレッソに所属しており、チームをよく知るベテラン。2人の後押しも移籍に大きな影響を与えた。もともとフォワードということもあり、得点センスも抜群なマイクマ。ゴール前ではフォワード顔負けの嗅覚でボールに飛び込むシーンも。ヘディングでの得点も記録しており、相手からしたら嫌な選手なのは間違いない。セレッソに移籍した初年度から出場を続け、チームの顔となったマイクマ。シーズン終了後には年間ベストイレブンにセレッソから唯一選出されるなど、日本中から認められる存在に光栄に思いますとマイクマ自身も喜びをあらわにしていた。日本中から認められたマイクマだが、それでも課題の残るシーズンだったと語る。守備はまだまだ課題、そういった部分を伸ばしてますます頑張らないとなという気持ちになりましたと高い向上心を覗かせた。
自分の守備をより一層強固なものにしようと誓うマイクマ。しかしネットではマイクマの守備を評価する声が。ポジショニングと裏抜けへの対応の仕方が良すぎる、国内ナンバーワン右サイドバック、海外でも通用すると、ファンはすでにマイクマの虜。守備のレベルアップを誓うマイクマはある選手をお手本にしているという。それが同じく日本代表で活躍する鉄壁のディフェンダー冨安。代表の練習合宿では共に居残り練習をし、冨安の動きを真似て参考にしているという。日本代表のもう一人の右サイドバックといえば、オランダリーグで活躍し世界を相手に戦う菅原。同じポジションを争う二人は現在頬をつつけがたいほどのいいライバル。ネットではどっちか左できないの？と共存してほしいとの声が。同じポジションのライバルも普段は仲良しの様子。練習後には三笘の1ミリごっことし、ボールで遊ぶ様子が。ネットでは中学生やめっちゃ仲良さそうで微笑ましいと、日本代表のほのぼのとした光景を我が子のように見守っていた。2023年1月に開幕したアジアカップ、代表メンバー一人一人の個人写真を撮影した日本代表。皆思い思いのポーズをとっていたが、マイクマだけ明らかにふざけすぎていると話題に。俺が公式の写真なのだから、かなりのお笑い魂だ。日本代表に招集され初めて出場したのが強豪トルコとの一戦。格上ともいえる相手に苦戦が予想されたが、なんとこの試合で見事にアシストを決め、4対2の快勝。日本だけでなく世界中にもその名を知らしめることに。この衝撃的なデビュー戦にあっぱれの評価をしたのが、元日本代表で現在は YouTube で辛口評論家として人気の田中マルクス・トゥーリオ。ちょっと驚いた、非常にいいプレーをしてくれた、攻撃のセンスも見せてくれたと、普段からは想像できない高評価。この試合後、インタビューに答えたマイクマ。練習から刺激的な日々を送れたので、レベルが高い中やられるのは本当に楽しかった。戻ってきたいという気持ちが強くある。と、すでに日本代表に対する強い思いを語った。見事アピールに成功したマイクマ。しかし、自身は悔やむことが多かったという。失点シーンのフリーキックの部分が本当に悔しくて、そのことばかり考えていました。と、自身が課題に挙げていた守備について反省する部分が多かったという。マイクマはマイクという愛称でファンから呼ばれている。長崎とセレッソのサポーターには馴染みのある愛称だが、日本中に浸透することに。日本代表の応援サポーターからもマイクと呼ばれることに。この声援にマイクマはアップの時に聞こえてきてびっくりしました。やってやるぞという気持ちになりましたと振り返った。そんなファンから愛されるマイクことマイクマ。トルコ相手に実力を発揮した次の試合は、ドイツの世界的トップクラブ、バイエルン・ミュンヘンに所属する絶対的ウィンガーのアルフォンソ・デイビス擁するカナダ。ここでもマイクマは、その進化を発揮することに。この試合でフル出場を果たし、デイビスにオウンゴールをさせるなど、サイドで4対1の勝利に大貢献し、初のフル出場も果たす。中盤にはディフェンダーからミッドフィルダーでもプレーし、代表で複数のポジションをプレーできることを証明させた。大勝利を収め、自身の実力も発揮したマイクマ。しかしそれでもマイクマは浮かれていない様子。前半で変えられてもおかしくなかったと自身のプレーを反省。一試合を振り返ると課題は多かったと、今後より一層のステップアップを誓う。数少ない J リーグ所属の日本代表選手であるマイクマ、一緒にプレーをしてやりやすいと感じる選手に背番号10を背負う堂安と、スペインで活躍し世界から注目を集める久保の名前を挙げた。話さなくても意思を伝えてくれる選手と高評価。日本代表の森保監督もマイクマには大きな信頼を寄せている。その一方で試合中にはマイク負けるな、そこだぞと檄を飛ばすシーンがカメラに収められていた。守備を第一に考えている森保監督にとっては見逃せないシーンだったのだろう。この映像を元日本代表のディフェンダーである現在は解説者の牧野智明と共にチェックしたマイクマ。俺聞こえていたの？と牧野に問われると、マイクマは今知りましたと苦笑いで回答。試合中は自身のプレーに徹しており、監督の声は聞こえていなかったようだ。その牧野と共にこの監督からの指示について語った。同じポジションでプレーした2人はベンチ前でプレーしなきゃいけないのは正直ちょっと嫌と語っていた。牧野は自分はよく遠藤を変えていたとほろ苦い経験を暴露。セレッソ大阪の小木監督はマイクマのことを和製ハキミと評した。カタールワールドカップで世界を驚かせたベスト4進出、モロッコの右サイドバックを支えた名手のように世界に通じる攻撃的右サイドバックになってほしいとハイレベルな要求を続けているという。マイクマ自身は自分の目標とする選手に日本人初のチャンピオンズリーグベスト4進出を果たした元日本代表のディフェンダーである内田篤人を挙げた。ああいう選手になれれば相手にとって嫌な存在になれると思うんで目指していきたいと、相手にとって嫌な選手になりたいと語った。そんなマイクマは温泉に行くのが趣味だという。オフの日には温泉に行って過ごしているという。さらには験担ぎとして試合の2日前にも温泉に行くという。マイクマの熱いプレーは熱い温泉によるパワーが由来なのかもしれない。マイクマのこれから取り組みたいことは英語の勉強だと語っていた。ファンの間ではこのことに対し、もうすでに海外移籍を視野に入れてるのではと話題に。マイクマを失いたくないと心配するファンも多いようだ。
マイクマは苦手な食べ物はと聞かれるとパクチーと答え、この世で一番怖いものはお化けだと語る。意外と子供っぽい回答にファンはギャップ萌えする人も多いという。今や日本でもトップクラスの選手であるマイクマだが、サッカー選手じゃなければ何になっていたかという質問に対し、野球選手と回答、少なくともスポーツ選手にはなっていると本人は語った。日本代表としてトップレベルのプレーを見せるマイクマ、しかし自身の年俸は2200万円と言われている。これは J1 所属選手の中でも平均以下の年俸。加入当初は日本代表歴もなかったが、代表経験後の今季はかなりの増額が見込まれている。しかしマイクマは自身の年俸に対して不満は一切ないと語る。お金じゃないと思う、それ以上のものをセレッソにはもらっていると熱い言葉を発した。ファンの心をつかむと同時にサッカーに対する愛を感じるコメントだ。代表に招集され、まだ日にちの浅いマイクマ、ファンは代表チームに馴染めているのか不安の声が上がっていたが、全くの杞憂だったようだ。代表の最年長である谷口が寒くないかとコートを貸そうとする仕草が話題に。代表の練習前のオフを利用し、マイクマはエースの上田、同じくディフェンダーの伊藤洋樹、一番の若手である細谷の4人とイタリアンを楽しんだという意外なメンツだとネットで話題になっているが、練習でもよくこの4人で集まっているという。仲いい姿を見せたマイクマと上田、この2人は同い年ということもあり親密になったという。世代別の代表には全く無縁だったというマイクマは、三笘とも同い年だが全く面識ありませんときっぱり。これからの代表でどんなコンビネーションが見れるか期待が高まる。自身の活躍は周囲のおかげだと語るマイクマ、いつも応援してくださっている方々、スレッソファミリーに感謝したいと思いますと口にするほど愛されキャラであるマイクマ、これからも躍進を期待されるマイクマをファンは支えること間違いなしだ。というわけで今回はマイクマ聖也にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているのでぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。